関連質疑を許します。高橋光雄君。公明党の高橋光雄です。本日は参議院の伝統の決算委員での質問の機会をいただきありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。まず令和元年度決算に関し、政府開発援助 ODA 予算についてお伺いします。資料1、パネル1をご覧ください。これは令和元年2019年まで10年間の2国間 ODA の予算の推移を示した表です。いわば ODA10 年の決算です。ご覧のとおり、最新の年度で経済インフラ分野は 53.1%、 保健分野を含む人間の基礎生活分野は 27.1% と、この差が過去最大になりました。注目すべきは、10年前は基礎生活分野の方が多かったのが逆転し、その差がどんどん広がっていることです。保健分野は 2.5%、 水衛生などの関連支援も含めてわずか 8.6% です。人道支援も 3.4% しかありません。コロナ禍の中、そもそも日本人技術者が渡航困難ですので、経済インフラの事業の実施は難しいはずです。また国民の税金を使った ODA の適正な執行のためには、事後の検査が不可欠ですけれども、令和元年度の海外会計実地検査は前年の半分以下、わずか4件だけでした。これはコロナ禍の影響で海外渡航自体ができなかったためです。一方において、途上国では保健分野など人間の安全保障が危機的状況です。そうした中、公明党の働きかけで、日本は途上国向け国際的なワクチン支援枠組み、いわゆる COVAX ファシリティへの参加を決めました。しかし日本の拠出は2億米ドル、アメリカの25億米ドルの10分の1以下です。しかも変異株発生や接種対象人口が2割から3割に増えたため、資金ギャップが約20億ドルに膨れ上がっています。シリア、ミャンマーなどの人道危機下の人々にも公平なワクチン支援が必要です。今こそ我が国として追加の資金的貢献を躊躇なく行い、来月のグローバルヘルスサミットなどで私は表明すべきだと考えます。保健分野は多くの日本企業が貢献できる分野でもございます。総理も昨年12月の経済財政諮問会議において、保健分野への ODA の積極的活用による国際貢献を検討するようにご指示をされたと承知しております。茂木大臣、ぜひ保健分野を今後5年で倍増させるなど、また同時に人道支援も拡充させるなどして、人間の基礎生活分野への ODA の抜本的拡充を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。茂木外務大臣。我が国は人間の安全保障を確保する上で、不可欠な分野として、これまでも保健、そして人道を含みます、基礎生活分野の取り組み、実施をしてまいりました。どうしても分け方で言いますと、経済、インフラであったりとかですね、保険とこうなるんですが、もちろんこの、経済インフラにつきましてもですね、それぞれの国でのですね、国民の、生活の、向上につながる分野は、そういったものも多くあるとは思っております。その上でご指摘のとおりですね、新型コロナの拡大、これは人間の安全保障の危機でありまして、我が国は、医療保険体制が脆弱な途上国に対する二国間、そしてまた国際機関経由の支援によりまして、保健医療システム強化のための取り組み、これまで例えば疾患であったりですと、3ヶ月ぐらい交換公文やるのにかかったりしたんですが、これを3分の1、1ヶ月に縮める、これまでにないスピードでですね、支援を実施してきているところであります。また途上国も含めましたワクチンへの公平なアクセス、この確保は極めて重要だと考えておりまして、これがなければ、仮に先進国でですね、この新型コロナ収束したとしても、またどこからから世界的な拡大、これが起こる懸念も残るわけであります。そのためにですね、COVAX ファシリティなど、国際的な枠組みに対して、その創設、中心的な役割になってまいりました。今、2億ドル、拠出をいたしております。当然、その、財務省とも今後、調整をさせていただく必要があると思います。
今後ですね、さらなる貢献に向けてですね、日本としてどういうことができるかしっかり考えていきたいと思っております。またこういった多国間の枠組み、これを補完するためにですね、日本の経験であったりとか強み、こういったものも生かしながらですね、ワクチンをその国に届けても最終的に一人一人に接種しなきゃなりませんから、保冷設備であったりとか運搬手段も含めてですね、ラストワンマイルの支援、こういったことにもですね、日本の強みを生かしてですね、しっかりと取り組んでいきたいと思っております。途上国は、経済インフラから保健人道を含みます基礎、生活分野までさまざまな課題を抱えております。まずはそれぞれの国に対する現場のニーズ、こういったものをしっかり組み上げてですね、それに対応した支援というものを充実していきたいと思っております。高橋光雄君、はい、ぜひよろしくお願いします。一方、国内でもコロナへの対応がまさに正念場でございます。本日からまん延防止等重点措置が地元兵庫県でも神戸市など4市で適用されました。緊急事態宣言が解除された3月18日の議員運営委員会で、私は総理に対し神戸の経験を生かした変異株対策を要望し、政府はオールジャパンで取り組むとお答えになられました。そこでまずお伺いします。そもそも変異株の感染力でございますが、従来のコロナウイルスと比較してどうなのでしょうか。また変異株の重症化率、死亡率等の把握はどこが行っていますか、お答え願います。山本厚生労働副大臣。委員お尋ねの変異株の性質につきましては、英国、南アフリカ、ブラジルから報告されている変異株にはいずれも従来よりも感染しやすい可能性があると指摘されておりまして、また英国や南アフリカのものにつきましては重症化しやすい可能性も示唆されております。加えて南アフリカ、ブラジルから報告されている変異株の例を含め、免疫やワクチンの効果を低下させる可能性がある変異についても報告されております。この変異株につきましては、国立感染症研究所を中心に国内外のさまざまな情報を収集しているところでございまして、引き続き科学的知見を積み上げてまいりたいと思います。高橋光雄君。公明党はこれまで国立感染研だけでなく、国立国際医療センター、また国立衛生研究所、熱帯医学研究所、長崎大学などの関係機関との連携強化を要請してきました。現状はどうなっているのでしょうか。田村厚生労働大臣。おっしゃられます通り、国立感染症研究所、また国立国際医療研究センター等々ですね、連携していくことが重要だというふうに考えております。例えば、この臨床情報でありますとか、それからさまざまな情報が集まってくるわけで、検体等々をですね、この国立感染症研究所、また MCGM 等々がですね、やはり分析解析をしながらですね、例えば治療薬の開発でありますとか、ワクチンでありますとか、こういうものをしっかり開発していくこと、大変重要であると思いますし、一方で今おっしゃられました長崎大学ともですね、これ国際保健人材を育成するのにですね、 NCGM と大変なこれ連携をしておりまして、サテライトのそのいろんな勉強の場といいますか、そういうものを作っていただきながらですね、いろんな協力をする中で、世界にもそういう人材が今活躍をいただいているということでありますし、さらにはネルフィラビル等々のですね、この医薬品のこれ臨床を今やっていただいております。これ厚生科学研究でやっておったんですけれども、これを今度また A メゾの方の研究事業の方で支援をいただくということ等々、今言われたいろんなですね、機関等々を連携しながら、いろんな研究調査、こういうものをしっかりやっていくことが大変重要だというふうに考えておりますので、委員のおっしゃる通り、これからもしっかり連携を進めてまいりたいというふうに考えております。高橋光雄君。次にこの資料にパネル2をご覧ください。これは2月中旬から3月中旬までの1ヶ月間の神戸市内の変異株の確認状況と病床の逼迫状況を示したものです。まず線グラフをご覧ください。青線が新規陽性者数です。1週間あたり50人から154人に増加しています。一方、黄色の線は変異株の確認数です。7人から69人に増えています。下の紫色にございますように、
神戸では新規感染者のうち6割から7割の変異株検査を行っており、全国トップクラスです。次に帯グラフです。これは病床占有率で、便宜上日にちを定めその時点での割合を示しています。ご覧のように3月にかけて病床全体および重症者用病床の占有率がどんどん高まり、中旬時点でもう7割を超えています。このグラフから変異株患者の増加と病床の逼迫度の進行の間には一定の関係性があることを見て取れるかと思います。この背景には、変異株患者は一度退院した後再度入院を求められることがございます。その後2度の PCR 検査を行って陰性にならなければ退院ができないということがございます。その結果、従来株の患者に比べが、1週間ほどなんですけれども、変異株患者につきましては約1ヶ月間の入院期間になっていますので、病床を逼迫している状況なのです。私はこの問題を現場の方々から伺い、先月18日の議員運営委員会で指摘を行い、入院期間や退院基準などの現場対応方針を早急に示すべきと求めました。現状どうなっていますでしょうか。神戸市の病床逼迫度はすでに8割から9割に達していますけれども、医療体制は大丈夫なのでしょうか。田村大臣、お願いします。田村厚生労働大臣。兵庫県全体的にですね、一旦収まったもんですから、その後比較的軽い方も含めて病院に入っていただいているということがございました。今そういうものも含めて見直しをいただいているんですが、今言われました変異株の時系列なデータとですね、病床の逼迫度、使用率、こういうデータ、委員もおっしゃられたとおり大変重要でありまして、厚生労働省のアドバイザリーボードにも適時こういう資料を提出させていただいております。そんな中で先般も議論をいただいたんですが、やはりですね、この変異株に関しましても、もうそろそろですね、比較的その症状軽い方、もしくは無症状の方、こういう方々はですね、もうホテル等と療養施設に入っていただくようにしていこうと。それからですね、英国株に関しては、これは他の、従来株の方々とも、そろそろ一緒のですね、病床の中でもいいんではないかと、こういうような話の中で、今、そちらの方に変換をいただきつつあります。一方でですね、これ、どれぐらい退院基準をどうするかという問題あるんですが、感染性がやはり強いということと、やはりそのウイルスを持っている期間が長いのではないかというようなことを言われておりまして、今これですね、いろいろと研究者専門家の方に評価をいただいている最中でございます。感染研等ともですね、連携しながらですね、こういうものに対してしっかり情報を得た上で、どれぐらいの退院基準を作るべきか、これ早急に検討してまいりたいというふうに考えております。高橋光男君。今おっしゃったように感染性が高い、ウイルスが長く、保持される、こうしたことがあるからこそ関係機関との連携が必要なわけでございまして、研究を早く進めていただきたいと思います。そしてまた退院基準につきましては、私は18日に求めました。31日に、厚労省の方から事務連でその緩和を指示されたというふうに承知しております。あまりにも時間がかかりすぎではありませんか。私はその間にもう神戸では7割から9割に病床占有率が上がっているんです。事態は急を有するんです。したがって国にはスピード感を持って対応するようによろしくお願いいたします。そして私が強調したいのは、他の地域におきましても変異株の検査率、今4割に上げるというような話ございますけれども、同じような事態が生じるのではないかということでございまして、そのための対策が必要だということです。つまり検査率が上昇するに伴い、どのような事態が生じるのか予測して対策を取るのが重要だと思います。その意味で前回私は神戸の経験を生かすべきだとこの場で お願いをいたしたところでございます。さらに申し上げれば、国はいまだに都道府県単位の変異株感染者数の総数ぐらいしか公表していません。しかしながら、この先ほどお見せしたパネルにございますように、感染者数の推移、病床逼迫度との関係性、例えば主要都市などだけでも結構ですので、公表して見える化すべきではないでしょうか。そうすれば実態把握のみならず、国民の皆様が危機感を持っていただくことができて、行動の変容にもつながるのではないかと思います。また、宿泊療養や
自宅療養における感染管理、健康管理どうするのかもこれ課題でございます。例えば自宅療養では家庭内の感染リスク、またあるいは重症化しやすいために容態が急変した場合にどのように対応するのかも懸念されます。この点、公明党が推進したパルスオキシメーターを本当に現場に必要なところにお届けしていく、こうした努力も必要かと思います。従来以上に保健所と医療機関の連携、円滑な広域調整等も必要だと思います。間違っても国の不作為で医療崩壊が起きることがないように万全を期していただくことを強く求めて、次の質問に移らせていただきたいと思います。続いて感染防止策に関してお伺いします。感染力が高いとされる変異株が蔓延している以上、本来緊急事態宣言と同様、あるいはより強固な防止策なくして感染拡大は封じ込められないと考えます。県は見回りを強化するなどの手を打っています。国としても感染予防のアクリル板設置や距離の確保などのガイドライン遵守を徹底するため、例えば飲食店への時短要請に伴う協力金の給付にあたって、そうした対策を守ることを制約するとの文書を取り付けるなど、実効的な措置が必要なのではないでしょうか。さらに今般の措置によって影響を受けるのは夜間営業の飲食店のみに限りません。兵庫では今般の措置を受けて、県から日中も含めた不要不急の外出移動自粛の要請が出ました。今般新たな支援策におきましては、まん延防止等重点措置の対象地域で時短要請を受けた飲食店との取引関係者も支援対象になっています。一方で日中も外出自粛の要請があるのですから、その間、つまり5時から20時までの間、その間でも営業していない飲食店多数ございますけれども、その日中において時短をした場合においても現行の一時支援金と同様に対象に含めて給付すべきではないかと思いますが、それぞれ西村大臣、梶山大臣にご答弁をお願いします。西村大臣。まず協力金につきましてはですね、まん延防止等重点措置で20時までの時短ということでお願いをしております。これにご協力いただける事業者については、今回、その影響の度合いに応じてということで、売上の規模別、それから、売上高の減少、こういったことによってですね、支援を行うこととしておりますので、最大、月額換算で最大600万円までの支援を行うことといたしております。そして梶山大臣からも答弁あると思いますけれども、影響を受ける事業者については、経産省の方で支援をしていくということで、こういった支援によって、ご協力いただけるようにしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。梶山経済産業大臣。先週の木曜日、4月1日のコロナ本部の取りまとめを踏まえて、政府としてまん延防止等重点措置の影響により売上が半減した中堅中小事業者に対して、1月当たり法人20万円、個人事業者10万円を上限に売上減少相当額を給付することといたしました。ご指摘の日中のみしか営業していない飲食店については、一時支援金では外出自粛要請の影響を受けた事業者として整理し、支援対象としてきたところであります。これに対しまして、新たな支援策における外出自粛要請の扱いには、まん延防止措置の内容や法的位置づけも踏まえて制度設計をしていくこととしておりまして、決まり次第発表させていただきたいと思います。高橋光雄君。ありがとうございます。続いて、コロナ禍の中でも忘れてはならない SDGs、国連の持続可能な開発目標に関してお伺いしていきます。資料3、パネルをご覧ください。これは国際的に権威ある団体が日本の SDGs の達成状況を示したものでございます。緑が達成見込み、黄色オレンジとなるほど程度は悪くなり、赤は後退減少を示しています。1年前に国会で取り上げたとき、政府としてはこの赤やオレンジ色の目標を黄色に、そして緑にすることを目指すと確認をいたしました。この中で日本が最も遅れているのがゴール、5ですね、ジェンダーの平等でございます。先日発表された世界経済フォーラムの報告書においても156カ国中120位でございました。そうした中、社会における男女間の格差、いわゆるジェンダーギャップの解消を地域再生戦略に位置づけた全国唯一の自治体がございます。
兵庫県豊岡市です。同市では男性が2人に1人に対し、女性の若者は4人に1人しか町に戻ってこない状況の中、人口減少や少子高齢化、こうしたその課題に対して若い女性の流出こそが最大の要因であると考えて、町全体で意識改革や女性が働きやすい職場づくりに向けた先駆的な取り組みを行っています。演劇の町の特性を生かし、劇団の方にも参加してもらいながら、男性上司が女性部下を演じる、その逆もやってみる、そうする中で固定的な性別の役割分担、決めつけ、思い込みに気づきを与えていく、そうしたワークショップが本当に数多く行われている中で、現実に女性が声を上げていいんだと、街が変わろうとしているとの声が若者女性から出始めています。こうした取り組みはぜひ国としても全国的に展開していくべきと考えます。その中で豊岡市のような取り組み、これが若者の女性の定着率や地域経済の活性化へのにつながるのかどうか、この調査を行っていただきたいと思いますし、地方創生総合戦略においてもジェンダー平等実現を柱に据えていただく、そしてさまざまな推進交付金を連携させた長期的な支援をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。坂本国務大臣。委員のご地元の豊岡市のジェンダーギャップ解消戦略、大変私たちも関心を持って、見守っております。まずはご指摘の地方創生推進交付金を活用していただいて、そして地方公共団体の自律的なこれからの活性化発展、これを実現していただきたいというふうに思います。そしてもう一方の町人仕事創生総合戦略の中には、女性を含めた多様な人材の活躍を推進する横断的な目標が掲げられております。そういうことで、これから委員のご地元で、私の方の地方創生推進、交付金と、それから男女局丸川先生の方の地域女性活躍推進交付金、これは併用をできます。でこれを併用しながら、これからジェンダーギャップの解消に向けて、私の方の地方創生推進交付金の活用事例などをしっかりと周知をさせていただいて、私たちの方としても関係部局の方としっかりと検討をしてまいりたいと思っております。高橋光雄君。はい、関連して、続いての質問、生理の貧困対策についてお伺いします。先月4日我が党の佐々木議員がさまざまな理由で生理用品を買えない、生理の貧困の問題について取り上げ、丸川大臣が必要な対策を検討したいと答弁されました。その後、公明党として総理に対し緊急提言も行う中で、先般内閣府の地域女性活躍推進交付金を拡充し、生理用品の提供を可能とすることが決定されました。本当にありがとうございます。こうした国の動きに先駆けて、現在公明党地方議員の皆様が全国的にこの防災備蓄品を活用した生理用品の提供に取り組んでいます。我が地元兵庫県でもすでに15の市町が要望書を提出し、提供が開始されています。しかしながら備蓄品だけでは足りないので、どう継続していくかが大きな課題となっています。そこで確認をさせていただきたいのですけれども、先ほどございました地域女性活躍推進交付金を活用し、学校の保健室等において生理用品を必要とする子どもたちに提供することは可能なのでしょうか。そうした中で、ぜひ文部科学省とも連携し、学校の保健室等においても必要とする子どもたちに安心して提供するようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。丸川国務大臣。まずですね、御党から先月15日に緊急提言をいただきまして、それらも踏まえて、地域女性活躍推進交付金大幅に拡充させていただきました中で、これを生理用品の配布に使っていいということにいたしましたところ、公明党所属の地方議員の皆様方に対して積極的にこの活用を呼びかけていただいているということで、大変敬意表したいと思います。この地域女性活躍推進交付金は、NPO、 地域の NPO などの民間団体に
地方自治体から委託していただく形で、ご活用いただくようになっておりますが、これですね、学校で配布する場合もそのような段取りを取っていただくということになりますけれども、そうしますと自治体、学校、それからおそらく教育委員会との連携が非常に重要になりますので、私どもの方からは自治体の皆様方に、この学校教育委員会とよく連携してくださいということをお願いをしております。で、一方萩生田大臣のところからはですね、教育委員会に当ててもお声掛けをしていただく、この連携をお願いしますというお声掛けをしていただくことになっておりますので、ぜひこうした連携をうまく使っていただいて、それぞれの自治体でお取り組みいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上、高橋光雄君。ありがとうございます。私自身も、全国で今回の取り組みが進み、この生理の貧困問題が少しでも解消するよう、公明党地方議員の皆さんと力を合わせてまいる決意でございますので、よろしくお願いいたします。そうしましたら、続いてもうこれは要望にとどめますが、7月には国連のハイレベル政治フォーラム HLPF というのがございまして、ここで、SDGs の関連で政府は自発的な 国家レビュー、これ策定されるわけでございますけれども、しっかりとこれは PDCA サイクルにおけるチェックの位置づけとして、市民社会のお声も聞いていただき、そして誰一人取り残さないこの SDGs を進めていくんだということを国際社会にしっかりと、訴えていただきたいと思います。そして最後に総理にお伺いします。今日はこのコロナ対策、ジェンダーの話を取り上げさせていただきましたけれども、 SDGs の取り組み非常に重要でございます。しかしながらこれ目に見えない課題なので、政策介入が難しいところでございます。私はだからこそ政治の強力なリーダーシップが不可欠だと考えます。もちろん SDGs 我が国だけでできるものではありません。だからこそ今回訪米されるにあたって、バイデン大統領とも確認をしていただきたいことがございます。それは恐怖からの自由、欠乏からの自由を基礎とする人間の安全保障の重要性です。この理念の原点は今から80年前、フランクリン・ルーズベルトが行った演説におきまして、4つの自由、そのうちの2つでございます。他人の自由を犠牲にした上で持続的な平和を得ることはできないと大統領は宣言をしました。この理念は我が国の憲法全文におきましても、平和的生存権におきまして規定されているところでございまして、私は人間の安全保障の理念はここから発していると思っております。したがって今回の訪米において、ぜひともこれ、大統領の執務室の真ん中には、ルーズベルトの肖像画がドンとあります。ここで会談をされる総理には、この人間の安全の保障の重要性をしっかりと大統領とも確認していただき、国際社会に向けて、この SDGs を中心に、誰一人取り残さない世界を目指して協力していく、これを決意を示していただきたいと思いますが、ご決意をお願いいたします。菅内閣総理大臣。現時点で日米首脳会談の議題や9月 の以降の日程については油断すべきではないと考えます。その上で申し上げれば、新型コロナウイルスにより人間の安全保障が脅かされており、持続可能な開発目標の達成に向けた取り組みが一層加速されることが必要だと考えております。政府としては昨年末、私は本部長を務める持続可能な開発目標推進本部で新たなアクションプランを取りまとめました。このアクションプランに基づいて、米国をはじめとする関係国とも緊密に連携し、グリーン社会の実現に向けた取り組みや途上国への保健分野の支援なども進めていきます。そして誰一人残さない社会の実現に向けて、目標の達成を随時検証しながらしっかり取り組んでいきます。高橋光雄君。時間になりました。終わります。ありがとうございました。